えー、そうしましたら、えー、早速講義を始めさせていただきたいと存じます、えー、私が、えー、ただいまご紹介いただきました東京大学の、えー、城山智子ですで、私は、えー、学部の経済史コースというところで、えー、アジア経済史を担当しています まあ私自身はあの中国を中心とする経済の歴史を研究していますけれども、えー、学部の講義では、えー、アジア経済史というのを担当して教えているわけです。で、えーまあ、このように自己紹介させていただくと経済史というのはどういう学問分野なのか何を研究しているのかということを 疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれません。簡単に申し上げますと経済史研究というのは多様なです、ね、経済事象の因果関係を時間的な変化の中で説明するというふうに言えるかと思います。具体的には物・人・金・情報の4つのつファクターが どのような経済システムの中でどのように生産流通消費されてきたのかを歴史的に説明するというふうにも言えますでそこでの問題はですね、まあ、膨大な非常に大量な過去に関する情報から何に関して調べたらいいのかということになります。何を知りたいのか 何を知るべきなのか過去に関する問いかけですねそれを具体的に考えるのが大事になってきますでそこにも書きました経済史研究のフローを見ると、えー、まずそうした問いかけやこうだったのではないかというような、まあ、暫定的な仮説ですねそれを 立てて次に文献に残された記録や数値のデータに向かって過去からの聞き取りです、ね、を行う、まあ、そうした作業を経てです、ね、最後に、そこから過去からです、ね、現在に至るプロセスに関する理解を深めることさらには未来についても展望することを試みている。 例えば、現在に至るまでの経済変動に関するパターンやサイクルを見いだすであるとかあるいは、例えばまあ金融危機の連鎖といったような、えー、出来事のです、ね、因果関係をです、ねえー、突き止めるといったようなことが考えられます。でそうしたことで、えー、問いかけ というのがあ経済史研究では、えー、とても大事になりますで、本講義のタイトルはグローバル経済史から考えるというところで、えー、からというところを、えー、かなり強調しているわけですで、それはまあ、グローバル経済史について考えるということではないということを、えー、注意していただきたいというふうに思っているわけです でつまりグローバル経済史としてまとめられているコンテンツについて皆さんに学んでいただいたりましてやそれをですね覚えて暗記していただくというようなことはこの講義での目的ではないからです。で今日はグローバル経済史といいう一つの資格かかかららら過去に問いかけをしてそこから得られた 知識を踏まえて知見を踏まえて現在や未来についても考えてみたいというふうに思っています。でそこでグローバル経済史というのは何なのかということです。でグローバル経済史という資格あるいは問題関心が研究者の間で広く共有されるようになったのは現代社会の変化と大きく関係しています。 でグローバリゼーションという語彙、言葉がですね、タームが一般的に使われるようになったのは、えー、1990年代以降のことになります。経済では80年代後半のイギリスの証券市場改革に始まるビッグバン、えー、あるいは技術的なことでは、1995年のインターネットの商業化以降、を加速した IT 革命といって、 があー情報通信技術の発展また国際政治では1989年の旧党の社会主義権の解体により、えー、世界を二分していた東西対立が終焉を迎えましたこうした変化によって世界各地の経済の相互依存の進化経済のグローバリゼーションが進みます。 でそれまでは国際政治や行政の主要なアクターというのは国民国家の政府だったわけですけれどもそうした制度あるいは技術政治の変化を受けて NPO であるとかですね多国籍企業といった民間の活動が、えー、活発化しました。 でそうした現実社会の現代社会の、えー、グローバリゼーションの進展を背景にしてそうした現象を歴史的に検討するという、えー、学問的なあ関心が高まったということがあったわけです。でそれでは、えー、グローバル経済史というのは、えー、世界史とは何が違うんでしょうか。 でえー、従来の世界史は今申し上げたこととも関係しますけれども国家主権を持つ国民国家や国民経済を基本的な単位として各国の歴史を積み上げたものであったというふうに捉えられます。そそしして、えー、そうたた国民国民家がが形成されたのが えー、欧米があ政治的にも経済的にも対等してくる19世紀の初頭であったことから世界史の記述にも欧米を中心とするマルシュのバイアスがかかることになりましたこれに対してグローバル経済史あるいはグローバル経済史もその一部をなすグローバルヒストリー研究は 今日のみにですね、えー、着目して空間を捉えるのではなくて、一国史にいい限定されず、えー、多様なアクターやファクターに注目して、より広域の、まあ、例えば陸だけではなく、こう海、海域にもこう着目するような形でですね、より広域の諸関係の中に、えー、事例を位置づけることを、えー、試みています。 そこではいわゆる国際関係だけではなくて日常に近いしかし社会全体や地球規模での変動に関係する問題例えば疫病もそうですし環境気象消費とファッションといったような新しいテーマが取り上げられることになりますそうした問題を検討する中で ある時代や時点における異なる地域間の相互連関が明らかにされまたヨーロッパ世界の相対化と、えー、世界観を多極化するということがですねは、えー、られている、まあ、そういうことを達成するということが期待されています。 総じて、ですね、今申し上げてきましたようにグローバル経済史は地域間や諸国間の連関に焦点を置く関係史、コネクティビティと書きましたけれども関係史と地域や各国相互の比較に焦点を置く比較史の2つをアプローチの柱としているというふうに申し上げることができます。 えー、そこで問いかけ本講義の問いかけですけれども本講義では2つの相互に連関した問いかけをしたいと思います。1つは物、人、金、アイディアが移動するのにかかるコストの変化が経済のグローバル化すなわち世界経済の相互依存の拡大と進化にどのようなインパクトを与えてきたのか。 それをかなり長期ののススパパン、ン数百年でで考えてみるとということですね、えー。どれだけのものをどこまで、えー、どれだけ早く運ぶのにいくらかかるのかという要件が変化すると世界各地の経済の結びつき方はどのような影響を受けるのでしょうか。 もう一つの問いかけは、そうした経済のグローバル化はあ、世界各地の経済にどのような影響を及ぼしてきたのかという、この2つです。で、ここではですね、この講義では、コストを規定する制度と技術という2つのファクターから、過去500年余りを3つの時期に区分して、これらの問いかけについて考えます。 3つの時代は1つ目が銀の時代というふうにしましたけれども16世紀から18世紀2つ目が大分岐近代化と世界貿易1820年代19世紀から1913年第一次大戦の前までですね。 そして三つ目が1914年から1945年戦艦期の停滞になりますこうした歴史を踏まえて最後の部分でそうした歴史的な変遷展開 との関係でですね、現代をどういうふうに考える、どういうふうに捉えることができるのか、そして将来、未来についても、どういうふうに展望する、どんな展望が出てきているのかということをご紹介したいというのが、本講義の流れになります。で、えー、初めにですね、グローバリゼーションの起源をめぐる論争をご紹介します。 で経済史研究には問いかけが重要であるというふうに言いましたけれどもここではグローバリゼーションはいつ始まったのかという問いかけに対して赤で,です、ね、示したケ,ブンケビン・オルーケとです、ね、ジェフェリー・ウィリアムソン対、ね、青で示したデニス・フリンとアルトロ・ジラルデスの間で異なった見解が示されたということがあります。 でこれはですね、どちらが間違っているとかあましてこうどちらが嘘を言っているとかですね、そういうことではなくてグローバリゼーションをどのような現象として捉えるかというその捉え方概念の違いが、えー、意見に結びついたということでした。で ここで言えるのは、えー、過去に起こったことは一つでもそうした概念や視覚の違いによってさまざまなあ事象の見え方や、えー、意味づけが変わってくるとということですで。分析を行い解釈するときには自分がどうして、えー、どのような見方をしているのかということ,が、えー、ことをです、ね、明らかにしておくことが大事になります。 でえー、フリンとジラルデスはですね、えー、経済のグローバリゼーションが始まったのは、えー、1571年、非常にピンポイントで1571年であるというふうに、えー、論じています。でまあ、これはまあ若干あのー 強調かなり強調しているその年を、えー、強調することによって、えー、彼らの言いたいことをこう,、えー、うまく伝えようとしているところはあるわけですけれども彼らがです、ね、グローバル化の指標としているのはヨーロッパとアメリカ大陸がマニラですねフィリピンのマニラを経由した貿易で結ばれて。 えー、太平洋貿易と大西洋貿易が結合したことにあります。まあマニラは、えー、スペインの植民地だったわけですけれども、でこうしたグローバルな貿易はその後の世界経済の展開に、えー、制度技術 環境と人口消費といった、えー、さまざまなあ経路を介して大きな影響を及ぼすことになったということを、えー、フリンとジラレデスは大きく注目しているわけです。えー、なぜかというとその経路依存ですね、えー、それは、えー、人や組織がとる決断というのが過去にその人や組織が選択したあ 決断によって制約を受けることの重要性ですね、それがこう発言するには時差を伴うので、えー、次に紹介する、まあ、彼らの論的であるオルーケ・ウィリアムソンのようにですね、えー、商品価格の連動性といったこう狭い意味でのえ地域経済観の連鎖に着目していては、 えー、その近世ですね19世紀より前の世界経済の意義と重要性を、えー、捉えることはできないというふうに批判しているわけですまたオルーケイ・ビリアムソンはですね銀をはじめとする がですね、銀をはじめとする、まあ、論的であるルーケ・ウィリアムソンが銀をはじめとする貨幣として使用される金属の世界的な流通を分析対象から除外したのは分析手法上の大きな不備であるというふうに指摘しているわけです。 でここでですね、フリンとジラルデスがあー取り上げている、指摘している、ものと銀の金星世,世界におけるグローバルな流通を、えー、可視化すると、このスライドのようになります。で、この実線はもののルート、ものの動きで、矢印は、えー、銀の流れる方向になっているという図になっています。 図ですけれども矢印で示されているように中南米とお日本からですねインドや中国に向かって銀が流れ込んでいるのが分かります当時ですね16世紀から18世紀物、えー、人、アイディアを移動させるコストはあ高いものでした。 えー、帆船とかジャンク船による水上交通や、人力や動物を、ね、利用した陸上輸送等で運べる物の,の量には限界がありましたし、遠くまで行くには大変長い時間がかかりました。 そうした技術的な制限は海難や海賊といった自然条件人的条件に伴うさまざまな危険やリスクと相まって移動のコストを引き上げていましたそうした中でも今見たようにそうした条件のもとでもグローバルな交易というものが行われていてそれは貴金属特に中南米の と日本の銀とですねアジア地域の特産品例えば陶磁器木の織物お茶などを交換するものでしたでそれは当時商業の時代エイジ・オブ・コマースといわれるような活況を示していました、まあ、決してですね、えー、冒険商人がこう突発的に、えー、何かこう えー、お金になるものを取りに行くといったようなものではなかったわけですでアジア域内では木綿砂糖、キート、お茶といった中国をはじめとするアジアの他地域で、えー、生産される物産が必需品として日本へ流入し他方、日本から銀、銅といった た貨幣素材が流出することにより形成される分業体制が成立していましたさらにこうしたアジア産品です、ね、アジアの特産品の輸入を銀を中心とする貴金属で決済するというパターンは同時代のヨーロッパにも当てはまるものでした しかし17世紀以降、日本が鎖国という厳しい貿易管理を行い、アジア物品の流入と貴金属の流出を抑えると同時に、それらの産品の自国での生産、すなわち輸入代替を進めたのに対して、西欧諸国では、えー、自国では対価となるような産品、 アジア市場が欲しいような産品をですね生産していなかったために中南米産の銀を持ち込むことによってアジア産品の買い付けを続けたのでありました貴金属である銀とアジア産品との交易を日曜には関係ない写真貿易とすることをフリン・ジラルデスはですね 銀は中国、インドの貨幣システムの基礎であったことを批判指摘して批判しています。こうしたグローバル貿易の,貿易の構造と展開からは当時の世界経済の中でのアジア地域の中心性を見て取ることができます。 次に紹介するのはあこの論的であるです、ね、オルーケとウィリアムソンの議論になりますけれども彼らはです、ねえー、経済のグローバリゼーションの始まりは19世紀初頭1820年頃であるというふうに主張します。で彼らの概念規定によればグローバル化とは商品市場の統合を意味します。 商品市場の統合が十分に進行するならば国内の商品価格が変化し貿易に参加する各国内での資源配分が変更されることになりますでその結果として生活水準や所得配分にも変化が生じてこそ貿易が世界規模で展開することの意義があるのだ認められるのだというふうに論じているわけです。 そしてその評価の指標になる商品市場の統合は、まあ、どういうふうに図れるのかということについては各国の商品価格の連動をもってのみ推計されると明確にしています。そうした上で、えー、交通手段のの革新による輸送費用の低減や 貿易関税の引き下げなどの技術的、制度的変革を背景として各国で生産される日用品の価格に連動性が見られるようになる19世紀の初頭が、えー、商品市場の統合グローバル化の開始であるというふうにしているわけです。 こうした概念と基準によれば16世紀以降の、えー、世界規模での貿易の拡大を世界の核機とみなす、まあ、先ほどの図を引用したあフランクラの議論。 はですね、19世紀以前には市場間での商品価格の連動が明確には見られないこと、貿易品が車子品に限られており、一般大衆の生活や国内の生産構造に越響を及ぼすものではなかった、および貿易が国家の独占や関税などによって大きく制限されていたことから、まあ、否定されると。 えー、商業の時代、エージックコマースにグローバリゼーションがあ存在したという証拠を見出せないというふうに、えーえー、フリンやジラルデスらの議論をです、ねえー、批判しているわけです。で、このオルーケト・ウィリアムソンは経済学者。 でですね、近代経済学の理論はまさに彼らがグローバリゼーションが始まったというふうに述べている19世紀初頭から構築されていったものですでそうした概念や分析手法もそのように歴史的な背景を持っている以上それによって解釈や評価が規定されるのはある意味で自明なものというふうにも言うことができます。 でオルーケとウィリアムソンが指摘しているように19世紀前半からの世界貿易の拡大は技術と制度の2つの大きな変化を背景としたものでした1つは交通革命といわれる大きな技術革新です。 えー、蒸気船や鉄道などの導入や水ズんがの開通といったインフラ整備はよりたくさんのものをより遠くまでより早く運ぶことを技術的に可能にしました。もう一つは19世紀以降最初に産業革命を達成したイギリスは世界的に自由貿易体制の構築を主導しつつありました。 世界各地での通商条約の締結を通じた関税引き下げと並んでアジアでの植民地化や日本や、えー、江戸日本日本、江戸日本あるいは清朝中国の開港による、えー、非関税障壁の撤廃も進みます。 えー、ものをこうした物、ね、を移動させるコストの大幅な削減により、世界貿易は顕著な拡大を遂げることになります。でこのグラフはです、ね、あ、えと、ー、でも取り上げるリチャード・ボルドウィンの著書から引用しています。 でここではです、ね、船の運賃から推計している貿易コストの低下に伴って世界貿易の輸出量がです、ね、19世紀前半から顕著に増加しているということを見ていただけるものになっています。 こうした世界分岐の拡大は各種の経済にどのような影響を与えたのでしょうか。ここでグローバル経済史研究の中で近年大きな注目を集めたケネス・ポメランツの大分岐・ e グレート・ダイバージェンス論を紹介しておきたいと思います。でポメランツは アジアとヨーロッパの先進地域、具体的には中国の長江下流域とイングランド地方を比較して、1750年代、50年段階では生活水準はあヨーロッパと中国で拮抗しており、イングランドと中国で拮抗しており、経済的なあ分岐、 はですね、それ以降に生じたと論じましたそれは従来指摘されてきたです、ね、産業革命に先立つ、えー、もっと産業革命よりずっと前に西洋経済は他の地域よりも進んでいたのだという従来の議論を、えー、否定するものとして、まあ、大きな注目を集めたのです。 えー、そうしたあ経済の分岐が生じた原因として1つにはイギリスのイングランド地方では蒸気機関への転換を容易にする大量の石炭が存在したこともう1つはイギリスはアメリカ大陸へのアクセスによって人口に対して土地が少ないという資源の制約から逃れることができたことを挙げています。 すなわちアメリカ大陸への移民によって人口増加の問題を直接的に解決できたとともにですね土地が少なくなる土地の希少化による食料の不足や価格の上昇をアメリカ大陸での農業生産の拡大によって防ぐことができたからです。 この原因の2つ目は本項目が注目しているえ本講義があ注目しているものや人の移動に関わるものです。こうしたヨーロッパ経済の後期とアジアの相対的な没落、えー、没落というか停滞ですね、まあ、それはそこに挙げた1820年と1950年を比較したあグラフから 今読み取っていただけると思いますけれどもそれがあいつ、なぜ起きたかについては、えー、今も論争が続いていて、えー、先ほども申し上げましたようにヨーロッパの女装がより早くから始まっていてその原因は例えばイノベーションを流すような個人財産権の保護にあるというような議論もあります。 しかしそのグラフにも見られるような19世紀以降の西洋経済のスパートとですねアジアの相対的,相対的な停滞すなわちポメランツが呼ぶ大分岐グレートダイバージェンスとその後の近代世界経済における貿易の重要性については学会の中での共通認識となっています。 で国際貿易秩序と表裏の関係にあって、金本位制を中体として世界,世界各国を結びつける国際通貨システムは、物と金のグローバルな流れの制度的なインフラを形成していました。 で当時のモのの流れを見ておくとまず欧米とアジアについては欧米からの工業品の輸出とアジアからの一次産品との輸出の相互関係ですねこれが長距離貿易の主要な間接をなしていました。 そこでアジア経済史の有力な論者の一人である杉原薫先生が強調するのは19世紀初頭のアジアの欧米への開国がアジア諸国相互間の開放でもあったという側面です。で従来の研究では開国以降のアジアの今申し上げたような対欧米の長距離貿易の成長に注目が集まっていました。 しかし、えー、杉原先生の推計によれば1913年のアジアの対欧米貿易 とですね、アジア間貿易、アジアの中での貿易はです、ねえー、かなりきっ抗するような額になっていてさらに1883年から1913年のアジア間貿易の成長率である年平均5.5%はアジアの対欧米貿易をはるかに上回ったとされます。 でそこでは欧米向きの一次産品輸出による購買力の向上がアジア域内で生産された農耕業品への需要を喚起したという連関が指摘されます。でアジア間貿易はアジア市場向け経営工業品を主軸としていた戦前期の、えー、日本の工業化にも重要な役割を果たしました。 でさらにこうした中距離のアジア間貿易の成長を抱えていたのは、人中国系の歌人やインド系の商人といったアジア商人のネットワークであったということも指摘されているわけです。でプリンストン大学のハロルド・ジェームズの研究所グローバリゼーション の終わり大恐慌からの教訓という、まあ、要所になりますけれどもその研究によると19世紀初頭から始まった経済のグローバル化は第一大戦後に転機を迎えますまず戦後の農産物市場の供給過剰により第一産品輸出国特に中南米諸国がアメリカに対して債務国化します。 また、先輩国ドイツの賠償金は、戦勝国の戦時国債償還を通じて、アメリカへ資金流入し、アメリカから中央ヨーロッパへの貸し付けによって、資金が還流するという流れになっていました。 しかし、債権国アメリカは1928年と、投機的ブームをけん制する、えー、連邦銀行、フェデラルバンクのです、ね、金利引き上げに踏み切りますで。こうしたアメリカの金融政策は債務国の財,財政金融の引き締めにつながっていくことになります。 こうした第一次大戦後の、えー、国際金融システムを襲ったのが大恐慌グレートディプレッションの衝撃でした1929年10月24日木曜日暗黒の木曜日の、えー、ニューヨーク証券取引所での株価の大暴落を契機としてですねニューヨーク市場を中心として機能してきた国際金融システムの流動性の収縮が起こります。 でデフレーションの世界的な電波は購買力の低下、需要の減少につながり、金融危機から実体経済にも大きな影響が及ぶことになります。でこうした状況下にです、ねえー、各国では市民のグローバル経済への反感が高まりました。それに対応して、えー、各国国政府は、えー、他の国の輸出機会を抑え、 え自国経済の保護保護主義に傾斜していくことになります。でそこにもスライドにも挙げたような各国の報復的な関税引き上げ、えー、競争の結果としてですね、えー、自由貿易体制19世紀からですね、えー、形成されてきた自由貿易体制は周辺終焉を遂げます。 でえー、こうしたです、ね、19世紀以来の経済のグローバル化を促した制度的要因が崩れたことで物を動かすコストは大幅に引き上げられて世界貿易は縮小します。 でえ、こうしたそのえ各月ごとのですねえ、貿易縮小の動態を示したものがこのスライドになります。3年間で70%の減少、え、斜線状に減少しているのを見ていただけると思います。こうしたですね。えー 数百年にわたるです、ね、制度、技術と経済のグローバル化の歴史の中で、現代はどのように位置づけられるのでしょうかで、こうした問題に対する経済学者側からのレスポンスが、リチャード・ボールドウィン、これはあの翻訳がありますけれども、世界経済大いなる修練、IT がもたらす新次元のグローバリゼーションという本です。 でここではです、ねえー、先ほどご紹介したポメランツのダイバージェンスに対してです、ね、それに応えるような形で、えー、ボールドウィンがコンバージェンス修練を論じているということに注意していただきたいと思います。 でボルドウィンによると戦後の世界経済は1947年から96年まで機能したあガットになどに見られるように貿易ルールを制度化しつつ再び相互移動ゾーンの拡大と進化を続けましたで1970年代からのコンテナリゼーションによるニズみの効率化といった輸送技術のチューニングも輸送コストのさらなる低下を促すものでした こうした戦後の展開を踏まえた上でボルドウィンは1990年代からですね19世紀初頭から戦艦期の中断を挟んで進んできた、えー、経済のグローバル化は質的な変化を遂げたというふうに論じます。 すなわち距離と速度をめぐる技術的なブレイクスルーに関して19世紀からは物を運ぶ技術の変化が決定的であったのに対して1990年代からはアイディアを動かす技術がグローバル経済に大きな変化をもたらしているとするのです。 ボルドウィンによれば ICT 革命すなわちインフォメーションやコミュニケーション技術の革新は経済に対して複雑な製造やサービスのプロセスを遠く離れたところから調整するコストの低下をもたらしましたこうした技術的なブレイクスルーを受けて製造プロセスの国際分散が起こったのです 例えば携帯電話やパソコンの部品の組み立てなどの労働集約的な生産工程は欧米や日本といった賃金の高い国からアジアや中米などの低賃金の国へ移転されました。さらにこうした生産工程の工程の移転は移転転は先への 管理、マーケティング技術などをめぐる非常に高度な知識アイディアの移動を伴うものでした従来はあそこの図のこう 右の方にの図に示されているように一国の工場内でやり取りされていたものとアイディアのフローが国境を越えて展開されるようになることは受け入れ国が工業化と経済発展を遂げることで大きなインパクトを及ぼします。 19世紀以来の輸送コストの低下に支えられた世界貿易の拡大が欧米とその他の地域の経済の大分岐につながったのに対して情報技術の革新による生産工程のグローバルな拡散は先進国と新興国経済との間の修練をもたらした大いなる修練をもたらしたというふうに捉えられるのです。 19世紀以来、各国は得意な商品の生産に特化するとともに輸出し、不得意な商品を輸入するものの貿易を行ってきましたこの講義の前半で触れたオルーケ・ウィリアムソンが想定していたグローバル経済もそうしたものです。 しかし現在のグローバル経済では複数の国にまたがる生産ネットワークが競争において重要になっています。例えば、そこの表に挙げたようにアップル、アップルですね、アップル社の、えー、iPad とか Mac の組み立て工程は中国および南米に広がっています。そこではあ国家、国境の持つ意味が明らかに変わっているのです。 でこのようにです、ねえー、経済社会のグローバル化が進んできた中で、えー、今年の1月から新,月コロ新型コロナウイルス感染症の世界的流行によって貿易を目的とする国境を越える人の移動が制限されるようになっています。 新型コロナウイルス感染症は自然界と人間の関係に起因するショックでありそれへの対応のプロセスで人の移動をめぐる個人、社会、国家、世界の関係が改めて問われることになりました新型コロナウイルスの拡大は思いがけないショックではあったかもしれませんが未曾有の危機かというと必ずしもそうではないかもしれません例えば歴史への問いかけを変えてですね 人の移動と感染症に視点を移してみると経済のグローバル化に伴う移動と感染症の拡大は例えばあそこの参考書として挙げましたけれども銀の時代のスペイン人の中南米入植や大分岐の時代の欧米、日本のアジアの開発でも見られたことであることが明らかにされています。 で、実はですね、新型コロナウイルスの感染拡大と移動制限が始まる前に、ボルドウィンは、あ えー、19世紀には物を動かす技術が20世紀末にはアイデアを動かす技術がそれぞれグローバル化に大きな影響を及ぼしたのに対して今後はあ人を移動させるコストを下げる技術が重要になるのではないかと予測していました、えー、例えば、えー、テレプレゼンスであるとかですねそこにもあれた様々な技術 によってですね、え人々があ移動しなくてもそれらの人々の労働サービスが提供されるようになれば、大きな変化が予想できるというふうに述べています。先ほどあの研究課長あるいは勝谷先生からのお話にもありましたように、新型ウイルスのために今年のオープンキャンパスはバーチャルでの開催になって。 本日の講義もこうしたリモートによって行うこととなりましたけれどもそれは残念なことであると同時に東京大学の施設や研究教育の内容についてより大きなチャンスになればというふうに個人的には思っています。本日の講義はこれで終わりといたします。どうもありがとうございました。 はいえー、ありがとうございます、えー、まあ,あの未来に関することですので、まあ、私はあの今日お話ししたような歴史のですねあの経験を踏まえてということにな,なりますけれども、えー、そうですねあの先ほどのあの戦艦機のですねあの、えー グローバル化の中断のところでもあのお話ししましたようにあのやはりそういうそのグローバル化に対するです、ね、反感というようなものはあの非常に似たようなロジックでこう常に現実し,してくるところはあるわけですね。であの政治家の人々あるいはその政府はですねそうした声に常に、まあ、プレッシャーに。あの えー、晒されるということはあるわけですけれども、まあ、そうした時にですね、えーまあ、やはりあの今。 こうえー、教育の話もありましたけれども、まあ、より、あのー、広くですねその情報をこう公開してですねこうそれをこう,うまく政府あるいはその教育などを通じてこう説明することによってまたその国内各国がですねそうしたグローバル化にさらされることの過不さをですね、えー、平準化するような。こう 少なくするような政策を取ることによってです、ね、あのそうした反感というものをこう抑えていくことが重要なのではないかというふうに思いますそうした上でこで新しい技術によってです、ね、あの一国だけではなくてより世界的にあの経済発展あるいは福利社会福利の向上というのが図られるようになる。 なればいいな、なるようにしたいなというふうに、えー、個人的には思っています。以上です。ええー、まあ経済学、そうですね。ええー、まあやはり今お話のあったようなあの数学とかですね、そういういろんな、えー、ツールも大事だと思いますけれども、やはりですね、あのー。 まあ社会科学系の世界史、まあ、私があの歴史のあの経済史の担当だっていうこともありますけれどもやはりあの広くですねあの世界に興味を持って歴史であるとか地理であるとかあのそういうものもあの必ずしも覚えるっていうだけではなくてですね興味を持ってあのまあ自分の知識のツールとしてですねあの えー、学んでいただくとですね、あのー、いいかなと思いますし、まあ、いろんな、あのー、英語とかですねそういうものを先ほどから、まあ、いろんな自分の使える何て言うんですかねスキルという意味で英語とかもですね、えー、勉強するといろんなものがこう原点で読めたりするとやはり理解が深まると思いますので、あのー、その辺りは重要かなと個人的には思います。 まあそうですねえっ、ー、と私の。 ゼミは、まあ、アジア経済史あるいはもっと広くこうアジア経済のことに興味のある学生さんがいらっしゃるっていうこともあるんですけれども、まあ、やはりですね、あのー、そうした、あのー、日本を離れてですねあ多様な文化であるとか多様な経済にこう興味を持って、えーまあ、飛び込んでいくようなそうした、あのー、知的な、あのー 関心とですね、実行力を持ってる、あのー、人に来ていただいて一緒に勉強したいなっていう、あのー、希望を持ってます。ありがとうございました。